破滅の始まりはおよそ500年前、異界からカオスが溢れ出したことでした。世界の大半はカオスの海に沈み、残されたわずかな大地を人々はノウスパルティスと呼ぶようになりました。その異変は人間に永遠をもたらしました。人は時を失い、年を取らなくなった。でも年老いることがなくなった代わりに、新たな命は、人の子供は生まれなくなったんです。人は不老になりました。ですが不死ではありません。病気や災害に襲われたら簡単に命を落とします。こうして500年の間、人はどんどん減っていき、生き残った人たちも長すぎる生に疲れて、やがてある信仰を抱くようになりました。終末の世に神の使いが降り立って、魂を新世界に連れて行ってくれると。それが解放者の伝説です。この箱舟の正体は人工国運。かつて人類が力を合わせて建造した機械仕掛けの星です。全能なる神ブーニベルゼはこの箱舟に人々の魂を集め、新しい世界に連れて行こうとしています。でも地上の人たちは何も知らずに、ここを月と呼んでいます。今の自分が何者なのか、僕自身にも分かりません。こうして話している内容もなぜ知っているか分からないんです。記憶をなくしたわけではなくて、過去の出来事を思い出すことはできるんですが、実感がないんです。自分の体験なのに全部一言みたいで。かつての僕は地上の町で暮らしていた。スノーたちと力を合わせてカオスの脅威と戦っていた。なのに気づいたらこんな有様です。地上の記録によれば、ホープ・エストハイムという人間は169年前に失踪したことになっています。何がどうなったのやらですよ。こんなことができるのは万能の神だけでしょうね。どうやら僕は神の計画か何かで神隠しにあったようです。いらっしゃいませ。